日米合同軍事演習でハイマース実弾射撃実施との情報をキャッチしました。今回は、この日米ハイマース軍事演習を詳しく見ていきますね。北方領土近くでの実弾射撃にロシアも抗議しています。お前が言うなよって感じです。北方領土でミサイル発射訓練するのに、日米でもいくつかのトラブルは発生していますよね。言いませんがね。三沢基地からハイマース専用弾薬が届かないというトラブルでした。ロシアと言いつつ、対中国を念頭に置いていますね。日本の陸上自衛隊とアメリカ海兵隊は、2022年10月1日から14日までの2週間の日程で、北海道各所の自衛隊の演習場や飛行場等を使用した合同軍事演習である、レゾリュートドラゴン22を執り行い、相互連携と対処能力の向上を打ち出した。今回のレゾリュートドラゴン22が実施された場所は、演習場としては上富良野、然別、矢臼別、駐屯地としては、静内の対空射撃場、丘珠の札幌飛行場、帯広の十勝飛行場が使用され、参加する部隊がこれらに集った。そこで実施された合同軍事演習の内容としては、主として、現在、中国軍からの圧力にさらされている、日本の南西諸島の島嶼部の防衛に、主眼を置いたものであり、日本の国内で実施されるアメリカ海兵隊との演習としては、最大の規模であると謳われていた。演習場所別の具合的な実施内容は、矢臼別演習場が、回転翼機による、実弾射撃、陸上自衛隊の M270、MLRS、及び、アメリカ海兵隊の、ハイマースによる、多連装ロケット砲の実弾射撃、輸送機オスプレイによる必要機材と要員の輸送とされた。また、ゲネ別場外離着陸場では、同じく輸送機オスプレイによる必要機材と要員の輸送と、アメリカ海兵隊のハイマースを輸送機によって迅速に展開する訓練が実施されており、これらが今回の合同軍事演習の根幹を成すものだと言ってよいだろう。ハイマースは今年2022年2月に正規したロシア・ウクライナ戦争においてアメリカがウクライナに供与し、ウクライナ軍がロシア軍の後方の軍事拠点や物資の集積地への攻撃に効果的に用いて戦局を有利に進めていることで一躍知名度が上昇した兵器だ。アメリカがウクライナに供与したハイマースは最大射程距離が70から80キロメートルとされる GPS 誘導砲弾が中心ではあるが、ロシア軍の同様な多連装ロケット砲よりも長射程で精緻な射撃が可能なため非常に有効な兵器とされている。欲を言えば、ウクライナ側はハイマースで運用可能な最大300キロメートルに達する MGM-140エイタクムス戦術弾道弾の供与を切望していると伝えられているが、これまでのアメリカ側の判断では、ロシアをいたずらに刺激すると、見て供与は行われていない。しかし、ウクライナ国境に近いロシア領内のベルゴロドにおいては、ロシア・ウクライナ戦争の開戦後、ウクライナ側は、自国軍の攻撃とは表明していないものの、弾薬庫等で、複数回の爆発が確認されており、すでに、ウクライナ側からの越境攻撃は、行われている感は強い。先頃、原因不明の爆発に見舞われた、クリミア半島とロシアとをつなぐクリミア大橋だが、アメリカ側の見立てでは、ウクライナ軍に、MGM-140、エイタクムス戦術弾道弾の供与を行えば、この橋を、ウクライナ軍が、標的とする可能性も危惧されていた。
2014年のクリミアのロシアへの強制的な併合から4年後の2018年にその支配の象徴として開通したクリミア大橋をウクライナ軍が攻撃して破壊することになれば、なお一層ロシアの軍事的な強硬姿勢が強まると見られていたとも言える。しかし、すでにロシアへの越境攻撃もクリミア大橋への攻撃も行われてしまった現在においては、個人的にはアメリカが MGM-140 ATACMS 戦術弾道弾のウクライナへの供与を回避する積極的な理由は失われてしまったようにしか感じられない。まあそれでも面と向かってウクライナ軍に長射程の兵器を供与することは政治的にアメリカとロシアの対立を決定的なものにしかねないということへの配慮なのだろうが、そばから見ている限りでは今更感は拭えないように思える。さてレゾリュートドラゴン22に話を戻せば、陸上自衛隊の M270 MLRS およびアメリカ海兵隊のハイマースによる多連装ロケット砲の実弾射撃を行ったヤウス別演習場は、自衛隊が保有する中では最大の大きさを誇り、面積は 16,800 ヘクタールにも及ぶ。この広さゆえにヤウス別演習場は北海道の野付郡別海町、そして厚岸郡の厚岸町及び浜中町の3町にまたがっており、射撃場は最大で 18km の距離が確保され、地理的には同等に位置するために当然のことながら北方領土を望む場所にある。ただしヤウス別演習場は日本では最大規模とはいえ、陸上自衛隊の M270MLRS およびアメリカ海兵隊のハイマースの砲弾のスペックを考慮すれば、実弾射撃を行うには十分な広さとは言い難いことも事実だが、今回のレゾリュートドラゴン22では別の問題も発生した。それはこの合同軍事演習での実弾射撃に向けてアメリカ海兵隊のハイマース用に搬入が予定されていた砲弾が何らかのトラブルで青森県の三沢基地までしか搬送されず、当初の予定通りの期日に到着しなかったという事態だ。そのためヤウス別演習場はひとまず陸上自衛隊の M270MLRS のみが実弾射撃を行い、アメリカ海兵隊側はハイマースを展開するだけの形式で、合同軍事演習そのものは継続されたが、有事における危機管理を包括していて、しかるべきという観点からは不安も感じさせられた。しかし、今回のレゾリュートドラゴン22の最終日である10月14日には、ようやくハイマース用の砲弾が到着したため、それら12発の実弾射撃をアメリカ海兵隊のハイマーは実施して、なんとか合同軍事演習の予定された内容をこなした形となった。こうしたアメリカ海兵隊側のハイマースの砲弾のヤウス別演習場への未着という前代未聞の不祥事はあったものの、これと並行して外交上からはもっと驚くべき事態が伝えられており、大多数の日本人は開いた口が塞がらなかった状態になったと思われる。それが10月12日にロシアの外務省が日本の在ロシア大使館に行った抗議声明であり、陸上自衛隊の M270MLRS およびアメリカ海兵隊のハイマースによる日米の合同軍事演習はヤウス別演習の位置が極めてロシアが実効支配する北方領土に近いことを非難したのだ。今のロシア・ウクライナ戦争の中でもロシアの見せる行動や言動は、我々日本を含む西側諸国の姿勢の人々にとってはおよそ理解することが困難なものばかりで、今さらロシアのこうした態度に憤りを込めた感情を示しても確かに無意味かもしれない。しかし、
自らが仕掛けたロシア・ウクライナ戦争で、通常戦力による戦況が劣勢と囁かれる中で、最終的には戦術核兵器の使用を匂わせながら、ウクライナは当然のこととしても西側諸国を恫喝するやり方には辟易とさせられる。個人的にはあえて誤解を恐れずに言うならば、北方領土が日本の固有の領土であることは間違いないが、太平洋戦争、第二次世界大戦で連合国に敗北した敗戦国の立場ゆえ、当時の旧ソ連の侵攻を甘んじて受け入れてきたとも言えるだろう。しかし、今の国際情勢とは、日本の内部では、太平洋戦争後に続いてきた各種団体の思想、心情に大きな変化を生じさせ、かつては左翼が擁護していたはずの旧ソ連、現ロシアのやり方に国粋主義的とされた右翼団体もが賛同する事態となっている。こうした盗作は、インターネットが全盛となった今の時代には、誰しもが簡単に情報を発信できるため、様々な形で陰謀論の拡散という形で行われており、決して少なくない人々が日々のドメインを下げると同時に、世界の裏を知っていると思い込みたい衝動からやむことはない。この傾向は、2020年のアメリカの大統領選挙でトランプ氏が敗北して以来、様々な形で顕在化しており、新型コロナウイルス、そして今はロシア・ウクライナ戦争と愚にもつかない陰謀論を撒き散らし続けている。早速ですが、今回は超高速滑空弾完成間近とスタンドオフミサイル整備構想を詳しく見ていきますね。つなぎでアメリカに巡航ミサイルトマホークの調達を申請していますし、一蓋式地対艦誘導弾の延伸も急ピッチで進んでいます。そうだ、現岸田政権は射程1000キロと言っているが、射程1500キロと間違っていないのかな。前の政権とちょっと違うな。岸田政権も終わったな。2022年の現在、ウクライナへの軍事侵攻を継続中のロシア、各種の弾道弾や巡航ミサイルの発射を続ける北朝鮮、そして先頃も日本の領海へ測量船の侵入を行った中国など、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している。そうした中で、日本政府は今後の兵器調達に関して、スタンドオフミサイルの取得を推進する方針を打ち出しており、従来よりも格段に射程距離を伸ばした国産兵装の開発を進め、配備を急いでいる状況にある。しかし、国産の新型兵器の導入までのギャップを埋める兵器として、アメリカから、同国海軍艦艇の主力の巡航ミサイルとなっている、トマホークを調達する可能性についても報じられるなど、これまでになかった緊急対応も見受けられる。このトマホーク巡航ミサイルの件は、現時点では確定事項とはなっていないが、国産の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の配備をせいても、2026年度からの見通しとなるため、急遽浮上した喫緊の対策であると見られている。現在の日本政府そして防衛省では、先に挙げたスタンドオフミサイルの配備を急ごうとしているが、これは、敵の防空兵器に対して、その射程外から攻撃を行うことのできる
兵器の総称であり、現行のものよりも射程距離が長い。これは近年の兵器技術の進歩で、飛躍的に射程距離を伸ばしつつある、主として敵の対空ミサイル等への対処を迫られるためであり、具合的には、それらを搭載する中国海軍の艦艇に対する備えを強化しようとするものだ。ここで最も留意しておく必要があるのは、スタンドオフミサイルとは、あくまで敵の対空ミサイルの攻撃範囲外から攻撃を加えることが可能な兵装であり、敵の長射程の弾道弾や巡航ミサイルの射程距離外ではない点だろう。日本の現在の仮想敵国であるロシア、北朝鮮、中国は、すでに、いずれも、日本本土を、攻撃可能な長射程の対地攻撃兵器である、弾道弾や巡航ミサイルを保有、配備しており、その状況そのものは、以前から続いていたものである。最近のスタンドオフミサイルが想定しているのは、主として日本に接近する、敵艦艇が搭載する対空ミサイルが、以前よりも、確実に、その射程距離を伸ばしていることを憂慮しているゆえで、それらの接近阻止を目的としている。そうした位置づけにある日本のスタンドオフミサイルの整備構想だが、大きくは、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、極超音速誘導弾、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾の4つに分けられる。これら4つ内で、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型と、当初防衛用の高速滑空弾の2つは、複数の段階、種別が想定されているが、一部のものは、すでに量産化が企画されており、早ければ前者が2026年度。後者は、2023年度に、それが見込まれている。残りの極超音速誘導弾、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾の2つは、未だ、研究開発の段階の兵器であり、現在の2022年時点では、完成や実戦配備の時期については、明らかとなっておらず、したがって、射程距離等についても不明である。極超音速誘導弾は、その名が示す通り、昨今注目されているマッハ5以上の飛翔速度を発揮する極超音速兵器であり、機関部にはスクラムジェット式の推進方式を採用、対艦及び対地攻撃の両方に使用可能で、最大 1000km 程度の射程距離と考えられる。当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾は、先行する一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型と同様の用途の兵器だが、敵の目標たる艦艇に接近した最終的な段階において、迎撃を阻止するため、高い機動性を備えるものになると想定されている。こうした、極超音速誘導弾、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾に比べ、すでに量産体制が確定している一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、それがまず行われるのは、地発型と呼ばれている地上発射型のプラットフォームからとなる。これは、現時点で陸上自衛隊が装備する一蓋式地対艦誘導弾と同様の形式であるが、以後は、艦発型と呼ばれている艦艇搭載型や、空発型と呼ばれている航空機搭載型に発射プラットフォームを拡大し、陸海空の3自衛隊の中核を担う兵装となることが期待されている。現行の一蓋式地対艦誘導弾の最大射程距離はおよそ 200km 弱であると目されているが、今後の能力向上型は、第1段階として同およそ 900km、第2段階としてはおよそ同 1500km までの延伸が基とされている。こうした最大射程距離の現行型の一蓋式地対艦誘導弾からの飛躍的な向上でもわかる通り、能力向上型は、
一二式地対艦誘導弾の名称を冠してはいるものの、ミサイルとしては、外観も含めて、ほとんど、新規開発に等しい領域に踏み込んでいる。そして、当初防衛用の高速滑空弾であるが、こちらも、防衛装備庁の分類によれば、ブロック1と呼ばれている早期装備型と、ブロック2と呼ばれている性能向上型の2種類が、同時並行で開発されており、前者が2023年度に量産化されるものとなる。当初防衛用の高速滑空弾は、走輪式の車両の2台部分に発射塔を搭載する形式の陸上発射型の兵器であり、2023年からの量産化が行われるブロック1は、防衛省側からは未公表であるものの、最大射程距離は 500km 程度になると考えられている。この当初防衛用の高速滑空弾のブロック1が、およそ 500km 程度の射程距離を持つと推察されているのは、中国と対峙する尖閣諸島を沖縄から直接攻撃することを可能とするだろうとの逆算から導かれた数値のゆえだ。自衛隊の基地や在日アメリカ軍の複数の基地が配置されている沖縄本島は、対空防御も固いため、そこに当初防衛用の高速滑空弾のブロック1を配備することで、残存性を高めるとともに、尖閣諸島の防衛を確実なものにする狙いがあると思われる。続く当初防衛用の高速滑空弾のブロックには、ブロック1と一部のブースター部を共用しながらも、さらに全長を伸ばし、射程距離を延伸させると同時に、イメージ図からは、弾頭の形状も大きく変化していることが見て取れる。そのブロック2のイメージ図に描かれた弾頭部分は、よりウェッジの効いた、極超音速滑空ミサイルと呼ぶに、ふさわしい形状となっており、すでに中国が配備しているディフェンダー17中距離弾道弾の弾頭の DFZF によく似たデザインにも見える。当初防衛用の高速滑空弾のブロックにも、最大射程距離は、およそ 1000km 程度には達するのではないかと想定されており、そこまで到達すれば、九州の本土から、中国大陸までを攻撃圏内に収めることも可能となるだろう。ただし、こうした 1000km を超えるような長射程の巡航ミサイルを日本が装備するとなれば、国内では、自衛隊の掲げる基本理念である専守防衛に反する動きであると、少なからず、その配備を妨げようとする言説が吹き出している。こうした言説は、日本から中国大陸にまで到達可能なミサイルの配備を、日本の軍国主義の復活8日に、横行に言い募るが、日本が攻撃的兵器と政治的に定義するゆえに保持していない中距離、および、長距離の弾道弾を、ロシア、北朝鮮、中国はすでに配備している。その現実を鑑みれば、いささか乱暴な言い方をすれば、むしろ、今後日本が保有する、巡航ミサイルの射程距離は、実際のスペックよりも長射程であると喧伝する方が、それらの国々に対する、抑止力としては、効果を発揮するとさえ思えてくる。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても、ウクライナ側は、長距離巡航ミサイル等の装備を保有していないことから、航空機を除けば、ハイマース等のおよそ 80km ほどが、最大射程距離を攻撃できるに過ぎず、攻め込まれたままである。
人手不足が懸念される自衛隊の中で、いち早く少子化問題に取り組み、次世代護衛艦を建造しているのが三方護衛艦。今回は、次世代護衛艦もが、三方を詳しく見ていきますね。日本の強みは、リチウムイオンバッテリーとのハイブリッド方式エンジンシステム、護衛艦だけではない。潜水艦にも採用されていますね。原子力発電を超える新たな発電システムが生まれそうな水素エンジンで水素を同時に生成できるシステムが構築されたらすごいと思いませんか。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦として建造された艦艇がもが三方であり、今年2022年3月に2番艦、熊野、続く4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、相次いで収益を迎えており、いずれも、まず、横須賀を母港とする、総海隊軍に配備された。すでに、命名を終えたもが、三方は、3番艦、の城が、2021年6月、4番艦、三熊が、2021年12月、5番艦、矢作が、2022年6月に、進水を終え、ほぼ年間に、2隻のペースで、寄港、進水、収益を行う形で、全22隻の建造が予定されている。も、が三方護衛艦の特徴は、何と言っても、その艦隊のデザインにあり、従来の水上戦闘艦に数多く見られたような、様々な装備品類の突起物が、ほとんど影を潜めている点で、敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙っていることが見て取れる。近年の各国海軍の最新鋭の艦艇でも、こうしたデザイン、設計は主流となりつつあり、その意味では、個人的に、ハモが三方護衛艦の外観も一目見て、海上自衛隊の艦艇だと識別することは困難で、そうした独自性を失ったことは、残念にも思える。こうした近年の世界各国の各分野でのステルス性を追求した兵器設計は、何も水上戦闘艦艇のみに限らず、戦闘機等にもお国柄を感じさせない類似のデザインを氾濫させており、その傾向は強まりこそすれ弱まることはなさそうだ。さてもが三方護衛艦だが、その艦容が煮詰められた。2015年時点では3000トン型護衛艦と呼称されており、これが要求させる装備を搭載していく過程で 30% ほど排水量が増加し、現行の3900トンまで拡大した経緯を持つ。そのため、実際のもが三方護衛艦の使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル。全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の国際的な水上戦闘艦の区分では、フリゲート艦に相当する。海上自衛隊では、かつて、太平洋戦争時に、アメリカ海軍が建造した、タコマ級哨戒フリゲート艦のお払い下げを受けて、全18隻を、1953年から1972年までの期間、クス型護衛艦と呼称して運用していたが、この時以来のフリゲート艦がも、が三方護衛艦である。ちなみに、クス型護衛艦は、基準排水量が1450トン、満載排水量が2250トン、全長は 93.3 メートル、全幅が 11.4 メートル、深さが 5.3 メートルと、同じ区別のフリゲート艦といっても、今のもが三方護衛艦と比すれば、はるかに小型艦ではあった。も、が三方護衛艦の建造にあたっては、防衛装備庁が、2017年に、初の試みとなる建造を担う、造船会社の設計案を公募で募る形で進められ、これに、ジャパン、マリンユナイテッド社、当時の三井造船社、そして三菱重工業社が応じて、コンペが行われた。その上で、
これら参加3社の建造案が吟味された結果、三菱重工業者の案が採用されることが、2017年8月に決定されたが、評価の順位は、2番目が三井造船社、3番目が、ジャパン、マリンユナイテッド社とされ、三井造船社が、下請けを担う体制となった。その後、三井造船社は、2018年に、株式会社三井 E&S ホールディングスへと、社名変更を行い、さらに、昨年2021年には、艦艇建造にまつわる事業を分離させ、新会社の株式を、三菱重工業者に譲り渡し、三菱重工マリタイムシステムズ社へと推移して、現在に至っている。そのためもが、三型護衛艦の2番艦である、熊野は、2019年の起工時には、三井 E&S ホールディングス社、今年2022年3月の収益時には、三菱重工マリタイムシステムズ社と運営主体が変更する狭間で、建造が進められた、稀有な艦艇となった。現在の藻が、三型護衛艦の構想が始められた当初は、艦体を3導線形とするデザイン案や、推進方式に、ウォータージェット式を採用する等の案も存在したとされるが、いずれも実採用には至らず、設計としては、オーソックスな形でまとまっている。藻が三型護衛艦の主兵装は、対艦攻撃用途としては、アメリカ海軍の MK45、5インチ砲である、127mm の62口径の単身砲1機や、国産の17式艦対艦誘導弾の4連装の発射機2機を備えており、前者は、砲弾によっては、対空戦闘にも使用される。127mm の62口径の単身砲は、最大射程距離はおよそ 37km ほどで、国産の17式艦対艦誘導弾は、陸上自衛隊の1敷地対艦誘導弾を、艦載用に改修を行ったもので、その最大射程距離は、およそ 200km 以上とめされている。ただし、中国海軍の 052D 型今アキラ級駆逐艦や 055 型南アキラ級駆逐艦が搭載している追艦、対地攻撃用の巡航ミサイル、YJ-18 は、最大射程距離が 600km にも及ぶとする見方もあり、1敷地対艦誘導弾の能力向上型の実装が、必須になるだろう。この追艦ミサイルの分野においては、現状では、日本は、中国の装備よりも、射程距離で大きく劣っている、可能性が高く、日本政府が打ち出している、スタンドオフミサイル構想を、一日も早く実現する、必要性が高まっていることは、間違いない。またもが三型護衛艦では、これ以外にも、最大16セルの VLS、垂直発射艦を搭載する予定で AHR が、装備する兵装の選定に、時間をかけ、後日の予算で取得、装備することとなっており、現状は収益時点では備わっていない。また、VLS、垂直発射艦で運用する兵装においても、現時点で確定とされているものは、国産の07式垂直発射魚雷投射ロケットのみであり、これは、対潜水艦戦闘を考慮したもののため、対艦、対地攻撃用の兵装については未定である。ただし、こうした各種兵装の中で、ももが三型護衛艦の最大の特徴となっているのは、従来は、もっと小型の艦艇である、掃海艇が担ってきた対機雷戦闘の装備意識を、フリゲート艦サイズの大型艦でありながら備えているという点だろう。も、が、三型護衛艦は、対機雷戦闘に対処するため、その専用の OQQ-11 ソーナーシステムを搭載し、機雷探知用の UUV、自立型無人潜水機と、機雷の排除そのものを行う USV、無人水蒸気を運用する能力を兼ね備えた艦艇である。
機雷探知用の UUV、自立型無人潜水機は、三菱重工業者が製造を担当しており、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機として、2017年にもが、2型護衛艦に搭載する目的で、装備化が確定。その中身には、フランスのタレス社との協業も行われている。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機の2020年度における取得単価は、1機あたりおよそ13億8000万円となっており、同機は、近年探知が困難とされてきた、海底部のSIM底型の機雷や、埋没型の機雷に対しても、安全な探知を行うツールとして期待されている。2型護衛艦は、こうした装備によって、敵の付設した機雷を除去する機能を有する一方で、自らも機雷を付設する機能も備えており、艦尾に設けられた投下用のハッチから機雷を落とし、有事の際には、特定の海域を封鎖することを基としている。具体的に、日本側が機雷の付設を想定していると考えられているのは、北の宗谷海峡、津軽海峡、北方領土の周辺の海域、そして南は対馬海峡であり、かつての冷戦時期と同じく、ロシアの艦艇を日本海に封じ込める戦略がベースだろう。また、最近では、中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力の増加に対処することが、日本の防衛の喫緊の課題となっていることから、それらの島嶼部に向けた水陸両用の作戦の遂行を海上自衛隊の掃海隊群が担っている点も注目される。こうした島嶼部の奪還等には陸上自衛隊が編成している水陸機動団が直接の部隊として投入されるとめされているが、それらの行動の全段階を支援する戦力としてモモが身型への期待は大きく、多彩な用途での投入が見込まれている。日本政府が長射程ミサイル発射可能な潜水艦の実験艦の建造する方向で調整に入ったとの情報をキャッチしました。今回は、この長射程ミサイル発射実験艦建造について詳しく見ていきますね。アメリカが日本に長射程ミサイルトマホークを売却承認すると、1蓋式能力向上型が導入するまでのつなぎで、配備できるが、実験艦の建造は、早急に急いだ方がいいよね。2022年10月31日より、アメリカ軍と韓国軍とが、200機以上の航空機を参加させての、大規模な合同軍事演習を行っているが、こうした動きを牽制するかのように、北朝鮮による日本海方面へのミサイル発射が頻発している。11月2日には、1日で20発にも及ぶ短距離弾道弾を発射した北朝鮮だったが、翌3日も朝から弾道弾を発射したとみられ、日本では祝日であるこの日も、多くの報道番組内で、その状況を報じる緊急対応が行われており、予断を許さない。北朝鮮によるこうしたミサイルの乱射は、
目の前の米韓の合同軍事演習を睨んだ牽制行為だというのが、無論最大の理由ではあろうが、開発力や技術力を高めたことを誇示するかのように、以前より発射数自体が増加している。こうした情勢下で、日本を含む近隣国のミサイルをめぐる軍備の状態を改めて見てみると、まず日本の仮想敵国であるロシア、中国、北朝鮮は、長距離巡航ミサイルを、前の2国が、保有、配備済みで、北朝鮮が、開発中と召されている。そして、日本とは、アメリカを介して、準同盟国的な関係である韓国も、国産の長距離巡航ミサイルをすでに配備しており、台湾もまた、近日中に、その配備を行う予定であり、日本もこれらに準じるかのように、一二式地対艦誘導弾の能力向上型を開発中となっている。現行の一二式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が装備している最大射程が、およそ 200km 弱とされる陸上発射型の対艦攻撃用のミサイルだが、現在開発中の能力向上型は、最終的には、およそ 1500km 以上の射程距離の確保を目指している。ただし、一二式地対艦誘導弾の能力向上型の開発が終了し、実際に部隊配備が可能となるのは、2026年度になる予定であり、今現在から、4年のブランクが生じるため、最近では、アメリカから、トマホーク巡航ミサイルを調達して、間を埋める案が報じられている。多くの日本の大手マスメディアでは、このアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルを、最大射程距離が、1250km から、1600km に達すると報じており、海上自衛隊の既存の護衛艦の VLS、垂直発射艦からの運用が可能と続けている。また、周辺国の軍備の状況に、一旦話を戻せば、日本を、攻撃可能な弾道弾を、ロシア、中国、北朝鮮の仮想敵国は、無論保有しており、北朝鮮と地続きで対峙する韓国も、その分野の兵器を、一応は配備を行っている状況にある。そこから考えた場合、弾道弾を保有していないのは、日本と台湾の2カ国のみということになるが、前述のように、台湾は、国産の長距離巡航ミサイルの配備は、すでに行っており、その意味では、日本のみが、現状長距離での攻撃手段を持たないと言える。こうした現実の状況を踏まえた場合に、韓国や台湾はともかくとして、日本の三大仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮に対抗する備えを持たないというのは、非常に心もとないと思わざるを得ないのだが、未だ、マスメディアでは批判も多い。そこで展開される主な論旨は、今の日本政府が、ロシア・ウクライナ戦争や北朝鮮のミサイル発射を口実として、これまで、日本が、憲法に基づいて遵守してきた、自衛隊における専守防衛の理念をかなぐり捨てて、軍事力を強化しようとしているというものだ。こうした言説は、これまで、日本の自衛隊が、専守防衛を理念として、防御を担う盾の役割に徹し、攻撃の矛の役割を担うのは在日アメリカ軍であるとする考えを、臆面もなく主張しているが、備えがないことの恐ろしさには、無頓着であるかのようだ。太平洋戦争に敗戦した日本は、自衛隊は、軍隊ではないという、建前と欺瞞のもと、アメリカ軍に、攻撃面を全面的に委ねるという、政治的な判断によって、これまでは、もっぱら、防御的な兵器を装備することで、それが軍隊には当たらないとの苦しい設定を貫いてきた。そのため、冷戦時代には、では、何が自衛隊が保有すべきではない兵器なのかと問われれば、大陸間弾道弾や攻撃型の航空母艦、そして戦略爆撃機が、その具体例として挙げられ、こうした兵器は攻撃的であるが、故に保有しないと表明された。
しかし、時代とともに、兵器の位置づけが変遷していくことは避けられず、例えば戦略爆撃機のような存在は、今や、アメリカやロシア、中国といった極一部の軍事大国でしか存在せず、マルチロール機と化した戦闘機が、兵装によって、その役割を担う形に変化している。また、当時も、対攻撃型の航空母艦と表現されたように、今の海上自衛隊では、ヘリコプター搭載型の護衛艦である出雲、型を F-35 ライトニング2B 型を艦載機とする軽空母への改修を進めており、この実現にも時間を要した。そして、最後の大陸間弾道弾だが、これは、核弾頭を搭載可能な長距離弾道弾を指し示したものと考えて良いと思うが、弾頭に核兵器こそ搭載しないものの、射程距離だけを考えれば、12式地対艦誘導弾の能力向上型のように、日本から中国大陸に届くものの実現しつつある。その弾薬をどうミサイルが完成して配備されるまでの間をつなぐ存在として、今回トマホーク巡航ミサイルのアメリカからの調達が本格化していると見えるわけだが、その底も、兵器を防御的か攻撃的かという、区分でくくる考え方が、限界に来ていると思える。確かに、日本がこれまで進めてきた、ミサイル防衛等の考え方からすれば、敵の弾道ミサイルを迎撃するための SM-3 等のミサイルは、攻撃的ではない、防御兵器と言えるかもしれないが、そもそも、防御兵器は、すべての脅威を排除できない。それは、日本に向かって飛翔してくる、長距離弾道弾が数発ならば、まだしも、最近の北朝鮮が、実施してみせているように、短時間で、多数を発射されてしまえば、海上自衛隊が海上に配備している護衛艦が搭載する SM-3 の数を明らかに超過してしまう。こうした敵の迎撃ミサイルの数を超える攻撃は、かつての冷戦時代に旧ソ連がアメリカの優勢な空母打撃群を無効化するべく編み出した飽和攻撃という手法だが、今や、すべてのミサイルに応用されて、迎撃の難易度を、著しく困難にしている。また、昨今のロシア・ウクライナ戦争等でも明らかなように、弾道弾は、元より、巡航ミサイルやさらに簡易な自爆型ドローンに至るまで、空爆を行う手段は多様化しており、これらのすべてに、対抗可能な迎撃システムを完備することも難しい。余談だが、ドローンは、元より、個人携行型のロケット弾にまで、対処可能な防空兵器としては、イスラエルが配備しているアイアンドームが、世界的にも著名だが、これにしても迎撃する対象との費用対効果という点では、整合性が取れていない。アイアンドームは、確実に対象を迎撃するため、常に2発ずつ、を発射する防空システムだが、このミサイルよりも、ロケット弾や一部のドローンは確実に安価であり、多数のこうした兵器による攻撃にさらされれば、防御側の負担が増すのみとなる。それでも、今のウクライナは、このイスラエル製のアイアンドームの供与を希求していたが、ロシア・ウクライナ戦争等に、中立の立場を貫くイスラエル側は、首を縦に振らず、ロシアの攻撃による、インフラ破壊に直面させられている。そうした現実の戦争を見るにつけ、防御用の兵器をいかに充実させたところで、限界はあり、であれば、要は、いかに、相手の攻撃を思い止まらせることができるのかといえば、敵よりも、長射程から、攻撃が可能な兵器を備えておくしかないと思われる。その意味においては、今、まさに、開発中の12式地対艦誘導弾の能力向上型と比べても、実際の戦闘では、使用されたことのないそうした兵器よりも、幾多の中東方面での実戦で、成果を残している、トマホーク巡航ミサイル保有を誇示する方が、抑止力には向いているようにも感じられる。
海上自衛隊次期イージス艦建造計画が、現岸田政権であっさりと見直され、小型化の方向で決定された。トマホーク搭載可能艦は、引き続き継続されている。今回は、この、女王型護衛艦ヤマト誕生せず、岸田政権小型化イージス艦建造を詳しく見ていきますね。トマホーク搭載とされているが、イージス艦の歯黒まで収益している。しかも、180番だよね。次のイージス護衛艦は何番になるんだろうか。ちょっと気になった。2023年度の防衛予算の概算要求に際して、2020年の6月に導入中止が決定された陸上配備型のイージスアショアに代わり、そのレーダー部等をそのまま流用する大型のイージスシステム搭載艦の建造が打ち出されたことは、記憶に新しい。これは、特に、2022年秋に、北朝鮮が、各種の弾道弾や、巡航ミサイルの乱発を続ける事態が発生したことで、日本のミサイル防衛の、今後の中核をなすものと、期待をされたが、その、あまりに大きすぎる規模感には、これを疑問視する声も多かった。しかし、2022年11月に入ると、排水量で2万トン級、全長で210メートル、全幅で40メートルとも当初伝えられたイージスシステム搭載艦は、現行のマヤ型護衛艦程度の現実的なサイズにまで回帰するとの報道が行われた。要は、アメリカ海軍の標準艦艇である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとしたサイズに戻るということを意味しているわけだが、この通りに建造が進めば、大きさ的には、現行のイージス護衛艦が、普通に2隻増加するというわけだ。イージスシステム搭載艦が、当初、そこまでの大きさを必要とするとされた理由は、中止されたイージスアショア用のレーダー等の大きさが、陸上配備型であるがゆえに、巨大であると言われてきたが、あっさり撤回に転じたと言える。それでも、弾道弾迎撃用の SM-3 等のミサイルに加えて、航空機や巡航ミサイルの迎撃にも対応可能な SM-6 や、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の配備までのギャップを埋めるものとして、トマホーク巡航ミサイルの装備は続ける方針のようだ。ただし、アメリカ海軍の主力対地攻撃能力を担う兵装であるが、ゆえか、日本では、トマホーク巡航ミサイルに厳しい目を向ける一定数の反対勢力が根強く存在しており、イージスシステム搭載艦より激しく、批判の対象にされている艦も否めない。トマホーク巡航ミサイルは、現在は、アメリカの軍需産業大手のレイセオンテクノロジーズ社が、製造を行っているが、一発あたり1億円以上とも言われる高額さも手伝って、アメリカに日本の貴重な血税が浪費されるというような文脈での批判も目につく。そこからは、アメリカの軍需産業にいいように踊らされる日本という古典的な図式と、そうした軍需企業が自社や自国の利益を追求するために、日本にと、して不要な兵器を高額で売りつけているとする歪んだ被害者意識が蔓延している。ちょうど、日本が航空自衛隊の主力戦闘機として、以前で、あれは F-15 イーグル、最近であれ、バイフ35ライトニング2を調達していることにも、同じような批判が繰り返されてきたが、こうした行為を迫害などと揶揄して、政権批判に結びつけている。しかし、少し考えてみれば、今現在第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2を日本が調達しなければ、すでに、数の上では対抗することが不可能と化してしまっている中国に対して、圧倒的に不利な戦力しか持ち合わせないことになってしまう。むしろ、今の時代だからこそ、数そのものは少なくとも、最新鋭の兵器を日本が保有することによって、中国との
軍事的なバランスが保たれるのであり、数だけでなく質まで同様以下となれば、日本の防衛力は著しく損なわれていくことは明らかである。そもそもトマホーク巡航ミサイルに限って、これまでの経緯を振り返ってみれば、今でこそアメリカ政府は日本の調達意向におおむね賛同の意を示しているとされているが、最初に日本側がそうした意向を持った際には後ろ向きだった。日本がトマホーク巡航ミサイルを調達することを希求したのは、2004年の防衛計画の大綱が始まりであったとされ、この時点では海上自衛隊の艦艇に同ミサイルを実装し、主として北朝鮮等が保有する弾道弾への抑止力として推奨された。これは日本に向けて中長距離の弾道弾を保有する国に対して、その発射の傾向が確認された場合には反撃を行う能力を備えておくべきであるとの考え方から出された案であり、その兵装としてトマホーク巡航ミサイルが訴状に挙げられたものだ。その9年後となる新たな防衛大綱の下で、2013年に当時の日本政府は実際にアメリカ政府に対してトマホーク巡航ミサイルの調達の意向を打診したとされているが、この時点でもアメリカ側からの色良い返答が行われることはなかったようだ。これはトマホーク巡航ミサイルの射程距離を勘案した場合、それを与えてしまえば日本の本土からでも中国や韓国を攻撃圏内に収めてしまうことを懸念したためとも言われており、それらの国からの反発をアメリカが良しとしなかったことが伺える。ここまでの経緯を見渡してみても、前述したようなアメリカは日本に対して兵器輸出で利益を上げようと常に画策しているというような指摘には当てはまっておらず、むしろ日本が欲する兵器でっても政治的に許諾してこなかった感が強い。しかし、2013年以降も経済の発展を後ろ盾として、ますます中国軍の軍備の増強は続き、今日では局地的にはアメリカ軍でさえもしのぎきれるほどに到達してしまったとさえ囁かれており、アメリカも方針を転換する時期と考えるに至ったのだろう。加えてアメリカの前トランプ政権下では、一時的に関係が改善されたかに見えた北朝鮮だったが、ロシアからの支援を受けて新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発を加速させており、今の乱射に続く状態へと、こちらも軍備の拡張を止める気配もない。そしてロシアは今もウクライナ侵攻を止める動きは見せておらず、中国、北朝鮮、ロシアという仮想敵国に日本海を隔てて対峙する日本の防衛力は、ミサイル防衛に代表されるような迎撃兵器の配備も残念ながら限界を迎えつつあるという状態だ。敵のミサイルを迎撃する可能性と手段が狭まっている以上、それを行わせないためには日本も反撃できる能力を保有していることを示すより他に手はなく、懲罰的抑止力としての長距離での攻撃が可能な兵装を持つしか手段はないだろう。その意味ではトマホーク巡航ミサイルほどに実際に中東方面での実戦に使用されて効果を示した兵装は貴重で、防衛力の国産化という観点からはいささかそれるものの、対地攻撃用の有効な兵器としてこれ以上確実なものを探すことは困難と言えよう。ちなみに日本共産党はその機関紙である新聞赤旗市場において、北朝鮮や中国の脅威は認めつつも、日本がトマホーク巡航ミサイル等の敵地攻撃能力を持つことはさらなる対立と軍拡競争を招くとして、厳しくこれを糾弾している。しかしロシア・ウクライナ戦争の現状を見れば明らかなように、
通常戦力による戦闘で劣勢に立たされたロシアは、ウクライナが巡航ミサイルを保有していないことを逆手にとって、電力等のインフラ攻撃にシフトしてきている。これは、ウクライナがそのような兵器を保有していないことを前提とした一方的な攻撃であり、もし仮にウクライナが同様の反撃を行える兵器を保有していたとするならば、そのような攻撃は躊躇していた可能性が高いと思われる。こうしたロシア・ウクライナ戦争の現実を目の当たりにして、対地攻撃能力を持つトマホーク巡航ミサイルのような兵器の日本の保有を罵ったとしても、大多数の日本人が日本共産党の唱えるような理屈に賛同することはないだろう。アメリカが全面的に何においても正しい行動をとっていないことを割り引いて考えたとしても、少なくとも中国や北朝鮮やロシアよりはマシであり、トマホーク巡航ミサイルのような実績のある兵器の調達を行うことは、日本にとってマイナスにはならないと思える。イージス・アショア計画が白紙となり、海上自衛隊への次世代イージス護衛艦建造計画が進行中の中、SM6 搭載との情報をキャッチしました。今回は、この時期イージス護衛艦を詳しく見ていきます。やはり、攻撃と迎撃の二段構えとなるのかは、定かではなく、そうであってほしい。2022年9月25日、北朝鮮は、アメリカが大型原子力航空母艦である、ロナルド・レーガンらの空母打撃群を、韓国との合同軍事演習の実施に向けて、朝鮮半島に派遣したことを受けて、一連のミサイル発射を始めた。そして、この時発射したミサイルは、後に、北朝鮮メディアが公開した写真によって、実験用の貯水池の水中から打ち上げられた短距離弾道弾である可能性が浮上し、SLBM 潜水艦発射型弾道弾の実用化が近いと誇示する目的があったようだ。以後、アメリカは韓国と翌日の9月26日から29日までの期日で、日本海における合同軍事演習を予定通りに行い、30日には日本の海上自衛隊の護衛艦も含めた対潜水艦向けの戦闘訓練も同海で行うなど、その姿勢を崩さなかった。もともと、今回、アメリカ海軍が、およそ5年ぶりに、大型の原子力航空母艦を朝鮮半島に送り込んだ意図は、北朝鮮が、久々に核実験を行う兆候をつかんでいたためとも言われており、その実施を見越して、先手を講じた策であったとみられる。そして、こうしたアメリカの出方を見た北朝鮮は、以後、短距離弾道弾とおぼしきミサイルを、9月28日、29日、10月にも、1日、6日、9日、12日と次々と発射、これまでに確認されたことのない頻度での威嚇を繰り返す対応に出た。また、こうした日本海に落下させた短距離弾道弾に止まらず、10月4日には、実に、これもおよそ5年ぶりとなる、日本の上空を通過させて、太平洋に着弾させる中距離弾道弾と、おぼしきミサイルも発射しており、これもまた大きく報じられた。ここで北朝鮮が発射した中距離弾道弾は、これまでの観測史上で、最も大きな数値となる、飛翔距離にしておよそ 4600km、最高到達高度も
1000キロメートル弱に及んだとされており、日本では非難の声が止まなかった。中には日本の上空を通過したこれらの北朝鮮の中距離弾道弾に対して、なぜに日本政府は撃墜の指示と命令を自衛隊に発令しないのかというような批判も少なからず見受けられたが、残念ながら上空の通過ではそうした対応にはなり得ない。これは、例えば人工衛星であれば、多くの国の上空を多数が飛んでいる状態であることを見れば明らかであり、自国の領土や領海、領空といった主権の及ぶ範囲でなければ、国際法的に見ても、その撃墜は容認されていないためである。そのため、日本が迎撃する姿勢を見せないことが、北朝鮮に対して弱腰だと、非難したい気持ちそのものは理解できなくもないが、上空を通過するのみの、こうした中距離弾道弾に対しては、世界のすべての国で、対処方法は、等しく存在しない。では、そうした上空の通過ではなく、自国の領土、領海、領空に落下してくる、ミサイルに対しては、どのように対処するのかといえば、日本では、ミサイル防衛体制を構築しており、主として2段階で対応することになっている。現在2022年時点で、日本が備えているミサイル防衛システムは、中長距離弾道弾を破壊可能なものは、MIM-161 スタンダードミサイル3のみであり、これは通常 SM-3 と呼称されているもので、海上自衛隊のイージス護衛艦から運用される。海上自衛隊には、現状混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の計8隻のイージス護衛艦が就役中であるが、これらが搭載する SM-3 によって飛翔してくる敵の中、長距離弾道弾を、最大時では約 500km の高度で迎撃を行う。今回の北朝鮮が発射した中距離弾道弾は、前述したように、高度およそ 1000km 弱にも到達したと言われているため、その高度であれば、SM-3 であっても、物理的に迎撃を行うことは困難だったのではないかとの指摘も存在する。SM-3 は、アメリカの、現レイセオンテクノロジー社やエアロジェット社が、中心となって、製造を行っているミサイルで、初の試射実験は、20世紀末の1999年9月に行われ、目標とする弾道弾へ、直接本体を命中させることで、その撃墜を狙う形式である。この SM-3 は、2002年1月に、目標である弾道弾を模した標的に対して、実際に衝突させることに、成功を収め、まず、これは、本体のバージョンブロック 1A として、アメリカ軍での配備が行われ、ミサイル防衛システムの先駆けとなった。ただし、この SM-3 ブロック 1A は、短距離もしくは準中距離弾道弾の迎撃は可能であったものの、中距離弾道弾に対しては、一部に止まり、さらに長距離を飛翔する、大陸間弾道弾に対しては、索敵と追跡能力は、備えるも迎撃は不可能だった。それでも、当時としては、短距離、準中距離弾道弾の迎撃が可能となったことも画期的であり、それらへの対処方法が全く存在しない状況は、SM-3 ブロック 1A の実用化で覆されたわけで、徐々に、その能力もバージョンごとに向上されていく。まず、2009年7月には、M3 ブロック 1B がアメリカ海軍で実戦配備に移され、これはブロック 1A では一部に限定されていた中距離弾道弾の迎撃能力を備えることになり、着実に対処可能なミサイルの範囲を拡大させていった。また、続くブロック 2A では、ブースター部分の直径そのものが従来型よりも大型化されたことで、搭載する燃料が増加。これによって、最高到達高度が、少なくとも 45% 以上伸びたほか、弾頭部分を大型化させ、破壊力が増している。
このブロック 2A からは、日本も、その開発に参画することとなり、アメリカから完成品を輸入、購入して配備するだけに止まらず、製造段階から関与することで、自国のミサイル防衛体制の構築について、積極的に取り組む姿勢を示している。この SM3 ブロック 2A は、2020年11月、アメリカのハワイの周辺海域で実施された、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦、ションフィンから発射され、大陸間弾倉弾を模した標的迎撃に成功、ついに、その対象能力を獲得した。すでに、このブロック 2A に続く新型のブロック 2B の開発も、2006年から同時並行で開始されており、日本はコスト的な問題で一旦は逡巡したものの、2008年には参画を決め、今後はこちらも配備していく方向となっている。現状で日本のイージス護衛艦は最新鋭のマヤ型が SM3 ブロック 2A を当初より運用可能としているが、アタゴ型等は旧バージョンのブロック 1B の搭載であるため、今後は、これらへのブロック 2A への適用に向けた改修が予定されている。日本のミサイル防衛は、こうした SM3 シリーズでの迎撃が不可能だった場合に備えて、パトリオットミサイル、通称パック33を配備する、二段構えの手法を採用しており、より地上に近い位置で、敵の弾倉弾を破壊する仕組みである。パック33も SM3 シリーズ同様にアメリカの現レイセオンテクノロジー社が開発を担った兵器で、1991年の湾岸戦争においてアメリカ軍がイラク軍が装備していた地対地弾道弾のスカッドミサイルを迎撃したことでよく知られている。この湾岸戦争という実戦で有用性が注目されたパック33は、アメリカはもとよりアジアでは、日本や韓国、台湾、そしてヨーロッパでは、ドイツ、ギリシャ、オランダ、スペイン、中東では、イスラエルやサウジアラビアなど、多数の国で採用されるに至った。ただし、日本におけるパック33の導入は、航空自衛隊が、1989年度から1996年度にかけて、総数で、およそ50機を、24の部隊に配備してるが、これは湾岸戦争の開始前からであり、旧式化した地対空ミサイル MIM-14 ナイキハーキュリーズを置き換えるものだった。日本政府は、反撃能力の拡大を図るために、現在、陸上自衛隊に配備されている、1式地対艦ミサイルの射程延伸計画を進めている。今回は、この、1式対艦ミサイル改良型を、次期潜水艦に装備する話を詳しく見ていきますね。3000トン級ではなく、大型の潜水艦を建造する必要が出てきました。攻撃型最強の潜水艦を建造するんでしょうか。水素エンジンと次世代リチウムイオン電池のハイブリッドで、燃料の水素まで同時生成できる潜水艦を建造してほしい。
昨年2021年12月には、海上自衛隊の潜水艦の兵装として、今後、波長距離かつ、対地攻撃能力を付与することを目的に、新たな巡航ミサイルを搭載する方針が打ち出され、当時は敵基地攻撃能力、今は、反撃能力と表現される領域への、この分野での進出となる。具体的には、現在、陸上自衛隊が装備している、12式地対艦シルベ弾の改良型である、能力向上型の搭載を想定しているもので、現行型の最大射程距離は、およそ 200km 弱であることに比して、能力向上型は、同 1000km 以上が見込まれている。こうした射程距離の大幅な延伸と並行して、現状では、陸上から、海上の敵艦艇を攻撃することが主要とな、12式地対艦誘導弾が、今後は、艦艇や潜水艦への搭載や、航空機に搭載する形式が開発される予定であり、各分野で、自衛隊の中核戦力になると考えられている。こうした、12式地対艦誘導弾の能力向上型は、潜水艦に搭載する場合には、大きく分けて、二つの運用手法があると想定され、一つ目は、既存の魚雷発射艦から運用する形式、二つ目は、VLS、垂直発射艦から運用する形式になるとされている。現在の日本の海上自衛隊が運用する潜水艦は、もちろん、重兵装として、533ミリ、魚雷発射艦を6門搭載することが標準装備であるため、ここから運用することが可能となれば、既存の潜水艦でも、改修等によって適用する隻数は増加可能だと見込まれる。これに比して、VLS、垂直発射艦を新たに装備して、12式地対艦誘導弾の能力向上型を運用することとなれば、潜水艦自体の設計と建造も、新たに実施する必要が生じるため、実現するまでには、少し時間を要する可能性が高いだろう。いずれにせよ、非凡の2023年度の防衛予算案には、すでに、この、12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発費用として、393億円ほどが含まれており、政府の推進するスタンドオフミサイル構想を実現する兵器として、注目を集めている状態だ。スタンドオフミサイルとは、敵の兵器の攻撃圏外から、友軍のみが、一方的に攻撃が可能な長射程の兵器を指しており、兵器の持つ攻撃性を、言葉の響きから薄めて、その配備に抵抗感を弱めようとする、日本特有の言葉の工夫の産物とも言えよう。政治的には、敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えたり、長距離攻撃が可能な主として、巡航ミサイルはスタンドオフミサイルと言い換えたりと、日本政府の不信は続くが、現実の日本を取り巻く安全保障環境は、悪化の一路をたどっている。太平洋戦争を敗戦によって終えた日本は、戦後は、アメリカを唯一の同盟国として、旧ソ連を中心とする共産主義化の流れを防ぐアジアでの役割を韓国と共に担い、主として、旧ソ連の動きを阻害する防衛体制を構築していった。北方領土を不当に旧ソ連軍に占拠された経験から、日本では、同軍が、北海道への上陸を敢行してきた場合に備えて、陸上勢力を、その地に集中させ、また、海では、極東から、旧ソ連の潜水艦が、太平洋に進出することを阻むことに、最大限の注力を行った。1991年に、旧ソ連は、それまでの国家体制が、内側から瓦解し、今のロシアが、後継国家となる変革が起きたが、これによって、日本は、最大の仮想敵国が消滅するという幸運に恵まれ、陸上兵力の多くを削減できることとなった。日本以上に、この旧ソ連の崩壊に、恩恵を被ったのは、
ヨーロッパの西側陣営の諸国であり、かつて旧ソ連の影響下に置かれたポーランド等の東欧諸国がこぞって西側に転換したため、後継国家のロシアと国境を接する事態が終焉を迎えた。しかし、この旧ソ連の崩壊で、元々の NATO 加盟国、ことに対峙する最前線にあった最大の構成国のドイツは、軍事力を削減した上に、ロシアからのエネルギー輸入を拡大するなどの政策を取ったため、これが今日のロシア・ウクライナ戦争にも影を落としている。ロシアは、旧ソ連の崩壊後、西側諸国の経済的な支援を受けて、軍事的脅威を及ぼさない新たな国家へと変革が進むことが期待されたが、豊富なエネルギー資源をもとに、世界的な原油価格の高騰で、再び軍事力の強化を推し進めた。その行き着いた先は、プーチン政権によって、かつて旧ソ連として大きな版図を誇っていた国家の再興と、その瓦解をアメリカをはじめとする西側諸国に押し付けられたと感じる怨嗟の情に発露され、旧ソ連の構成国で今は離反した国への攻撃に向かっている。さて、アジアに話を戻せば、旧ソ連の瓦解で最大の仮想敵国が消滅した日本だったが、2000年代になると急速に経済の改革開放路線で国力を増加させた中国が、これに代わって日本の安全保障を脅かす位置に台頭してきた。すでに中国は国家の経済力の指標である GDP の総額では日本を抜いてアメリカに次ぐ世界第2位の規模にまで到達し、それに比例して海軍艦艇、航空機の数といずれも日本を凌駕する軍事力を獲得、もはや日本一国では対峙することさえ困難となっている。中国は海軍力を増強して東シナ海や南シナ海を勢力下に収める構想を推進しているが、その実現のために国産の航空母艦や大型055型駆逐艦、そして原子力推進型の潜水艦などを次々と収益させ、勢力圏の拡大を図っている。ことに、南シナ海について、中国が、その大半が、自国のものだと主張し始めた背景には、SLBM、潜水艦発射型弾道弾を搭載した戦略型の原子力潜水艦を潜ませる海域として最適なためであり、水深の浅い黄海や東シナ海では不向きだったことが一因に挙げられるだろう。中国海軍は同海軍で初の戦略型原子力潜水艦である092型夏級を1983年に一隻就役させた後、これに続く094型進む級を2007年から2021年までで7隻を就役させており、さらに新型の096型等級も早ければ2025年前後での実戦配備が予想されている。現在の主力である094型進む級原子力潜水艦は水中排水量が12000トン、全長 135.0 メートル。全幅 12.5 メートルの艦隊に12機の VLS 垂直発射艦を装備しており、 SLBM 潜水艦発射型弾道弾の JL-2 をここから運用する潜水艦である。 JL-2 は少なくとも射程距離がおよそ 7200km に到達している SLBM 潜水艦発射型弾道弾だと考えられているが、南シナ海からではアメリカ本土への攻撃は無理でも、ハワイやグアム島ならば十分に攻撃圏内に収め、無論ここに日本も含まれる。こうした事態を反映してか、日本では政権与党の自民党以外からも、最近では原子力潜水艦の保有を検討すべきという声が聞こえるようになってきており、多くのマスメディア等でも
そうした意見が取り上げられる機会が増えているように感じられる。国民民主党の代表である玉木氏は、そうした日本を原子力潜水艦の保有を検討すべきであるとする論者の一人だが、中国海軍の SLBM 潜水艦発射型弾道弾搭載型の戦略型原子力潜水艦への対処法として、それを探知する目的を提唱している。個人的には、日本も攻撃型の原子力潜水艦の導入の是非を議論することは意味があるとは思うが、玉木氏が主張するような中国海軍の戦略型原子力潜水艦を探知するという運用方法については、少し頭をかしげてしまう。敵の潜水艦の探知を行うのが、現状では、あくまで対潜哨戒機等の任務であり、自らも海中に潜むことが、目的の潜水艦として、原子力推進の優位性が発揮されるのは、連続潜航時間の長さと、潜航時の速度で、敵の探知とは無関係な気がしてならない。日本は、今や、世界で、一番危険な場所に位置している。ようやく、政治家も、日本の安全保障の見直しに着手している中、護衛艦加賀の F-35B 艦載化計画が進行中。今回は、護衛艦加賀の改修工事の内容と、F-35B 戦闘機、護衛艦伊豆、モノコンゴの役割を詳しく見ていきます。日向、八重瀬に、無人機専用空母として位置づけしてもいいと考えるが、私だけでしょうね。アメリカも、無人機を6割にすると言われていますし、原子力空母でも、無人機化が進むのですね。日本の来年2023年度の防衛予算は、2022年8月末に、これまでで、最高のおよそ5兆6000億円が、概算要求額の段階で求められて、折り加えて、現時点では、具体的な額には言及されない事項要求も、その後追加で計上されることとなる。今回の事項要求は、少なくとも、100件以上の数に上るため、その額は、推定では1兆円ほどになると、予想されており、年末に控える2023年度予算の確定時には、これも加えて、総額6兆6000億円ほどに達するものとみられている。こうした日本の防衛予算の増額は、無論、軍事力の拡大を推進する中国に対抗するための施策だが、中国の軍事予算は、今年の2022年度分の公表額でも、すでに、およそ29兆円にも達しており、今後、楽に30兆円を超過してくる勢いである。日本と中国の防衛費、軍事費の差は、現行のおよそ5倍から、さらに開くことは、あっても近づくことは、もはや期待できず、中国でも、人口減と、それに伴う GDP 額の減少が、今後は始まるとはいえ、直近で、その影響が反映される可能性は低い。こうした現状の日本と中国との予算規模による軍事力の格差に対して、日本では敵の兵器の射程範囲外から自軍側のみが攻撃を行える手法を確立しようと、
長射程のスタンドオフミサイルの開発と配備に注力している。もっとも、そうしたスタンドオフミサイルの開発の代表的な例となっているのが、陸上自衛隊が現在装備している12式地対艦誘導弾の射程距離を延伸すると同時に、発射破破機を複数のプラットフォームに拡大する動きだ。現行の12式地対艦誘導弾は、最大の射程距離でも約 200km 弱と、いわば中距離攻撃用の兵装ではあるが、能力向上型では、その最大射程距離をまず約 900km、最終的には約 1500km まで延伸する計画となっている。さらに、発射母体の多層化という点では、陸上配備の車両による自発型に止まらず、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型への展開が予定されており、陸海空のそれぞれの分野で、スタンドオフミサイルの配備を進める方針だ。また、ミサイルとしての新たな分野としては、当初防衛用の高速滑空弾の国産化が同時並行で進められており、中国からの圧力が増大している南西諸島の島嶼部の防衛にとって、今後中核を成す戦力となることが期待されている。これらに加えて、南西諸島の島嶼部の防衛に向けた改修が進められているのが、海上自衛隊のヘリコプター搭載型の出雲、片護衛艦、艦式号、DDH の2隻、1番艦の出雲と2番艦の加賀の航空母艦化と言えるだろう。防衛予算上から見れば、出雲、片護衛艦の2隻に対しては、2021年度予算から約31億円、2021年度予算から約203億円、2022年度予算から約61億円がすでに投じられており、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする準備が進められている。出雲、片護衛艦は航空母艦化するとはいえ、その改修が完了した後でも、F-35 ライトニング 2B 型の最大艦載機数は、1艦でおよそ10機前後と見られており、アメリカ海軍等の大型の航空母艦と比すれば、同じくくりで考えることのできる艦艇とは言えない。しかし、現行の日本では、南西諸島方面で自衛隊の戦闘機が配備されているのは沖縄本島の那覇のみであり、仮に有事の際に中国側からのその滑走路への攻撃が成功してしまえば、航空戦力の投射量が激減する事態が想定される。その意味でも出雲、片護衛艦2隻が、おのおの F-35 ライトニング 2B 型を10機ずつ、でも艦載機化できていれば、移動可能な海上の滑走路として、投射可能な航空戦力を保持できることを意味し、容易に、航空優勢や制空権を与えずに済む可能性が高まる。また、F-35 ライトニング 2B 型を、日本では、航空自衛隊が42機を調達することが、現在でも確定しており、これらを出雲、片護衛艦の艦内の格納庫に、すべて収納せず、飛行甲板上への露天駐機まで、考慮すれば出雲、型への搭載機数は、10機以上を確保も可能だ。航空自衛隊における F-35 ライトニング 2B 型の配備基地には、現行の宮崎県の新田原基地が、ほぼ確定しているが、今後建設が予定されている、鹿児島の馬毛島等と出雲、片護衛艦の組み合わせで、カバーできる範囲は、南西諸島一帯に広がるのだろう。出雲、片護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル、喫水が 7.3 メートルの艦体を持ち、これは、現在の海上自衛隊の艦艇の中では、最大の規模を誇っている。この出雲、
片護衛艦の機関には、複数のガスタービン機関を組み合わせた、小ガグ方式が採用されており、1機あたり28000馬力を発生するものを、4機搭載しているため、合計での最大出力は、112000馬力、最大速力で30ノットを発揮する。ちなみに、出雲、片護衛艦は、建造費としては、1番艦の出雲が約1208億円、2番艦の加賀が約1170億円とされており、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型が、満載排水量1万250トン。全長 170.0 メートル、全幅 21.0 メートルの規模でおよそ1700億円である。この比較からすれば、はるかに、マヤ型よりは、規模が大きい出雲、片護衛艦は、安価にすら感じられてしまうのだが、やはり、これは、最新のイージス戦闘システムを搭載するための、その取得費用が大きいことの証左でもあるのだろう。余談だが、陸上配備型のミサイル防衛システムである、イージスショアの導入中止を受けて、導入が決められたイージスシステム搭載艦は、基準排水量で2万トン、全長 210.0 メートル、全幅 40.0 メートルほどの大きさになる可能性が報じられている。このイージスシステム搭載艦は、イージスアショアで使用予定であった弾道ミサイル迎撃用の SM-3 に加えて、巡航ミサイルや航空機も標的とできたる SM-6 や、前述した一二式地対艦誘導弾の能力向上型も、並走に据えるとの指摘もなされている。現時点で、このイージスシステム搭載艦の建造費用は、およそ2500億円規模に達するのではないかとの推察も出てきており、艦の規模で出雲、型を、建造コストでマヤ型をも凌駕して、海上自衛隊の艦艇で、最大規模になる模様である。さて、こうしたイージスシステム搭載艦が、真に、日本の防衛に貢献するものか否かについては、これまでのところ、否定的な見解の方が多いように見受けられるが、巨額の費用を投じるだけに、慎重な計画の推進を願うばかりである。出雲、片護衛艦は、航空母艦化改修の渦中にあるが、現時点の2022年で、航空母艦と分類される艦艇を保有、運用している国家は、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、そして、中国、ロシア、インドとタイの、わずか7カ国しか存在しない。これらのうちで、タイの、チャクリ・ナルエベトは、かつては、中古のホーカー・アシドレー・ハリアーをスペインから、調達して艦載機としていたが、2006年に、老朽化によって運用を止め、今は、回転翼機のみとなっているため、事実上は、もう航空母艦とは言えない。さらにアメリカの大型原子力航空母艦のような固定翼機をカタパルトで射出しアレスティングワイヤーを用いて着艦させる燃料や兵装を艦載機に多く搭載することが可能なキャタバー方式は同国とフランスでしか運用されていなかった。近年増強著しい中国海軍は遼寧、山東と固定翼機をスキージャンプ方式で発艦させ、着艦装置を備えた形のストバー方式であったが、今年2022年6月に浸水させた福建から初めてカトバー方式に切り替えるものとされている。
驚異のスピードで建造されている最上型護衛艦。5番艦の矢、萩が浸水しました。今回は、このもが、三方の現状を詳しく見ていきますね。5番艦までが浸水し、最上、熊野が就役しています。6番艦、7番艦が、現在建造中です。驚異のスピードだよ。2022年現在、海上自衛隊の水上戦闘艦といえば、最新鋭の艦首がもが三方護衛艦であるが、4月に1番艦、もがみ、3月に2番艦、熊野が、工事スケジュールの都合上で、順番は前後したものの、就役を果たしている。このもが三方は、海上自衛隊では、FFM、多機能護衛艦というこれまでになかった新たな艦首記号が与えられているが、海外の艦艇と比べた場合に、本艦は一般的にはフリゲートに分類される規模の水上戦闘艦である。通常の近年の海軍艦艇の種別で見れば、駆逐艦、フリゲート、コルベットという並びで、排水量をはじめとして艦隊の規模が小型になる傾向が強く、海上自衛隊では、フリゲートクラスの艦艇は、実に、ここ50年ほどは存在していなかった。も、が、三方護衛艦は、そうした艦隊の規模や、従来まで、ハモット小型の掃海艇が担っていた、機雷の敷設、除去といった機能も合わせ持つため、就役済みの、も、がみや、熊野、は、掃海隊群への配属が行われていることも特徴に挙げられる。さらに、今年2022年6月に、ハモが、三方護衛艦として、6番艦にあたる、矢作も無事浸水を終えており、中国軍の圧力が増す一方の南西諸島方面の防衛に向けて、しばらくは、おおむね、1年に2隻ずつ、のペースで就役が予定されている。も、が、三方護衛艦の6番艦、矢作は、今後偽装作業等を進めて、来年2023年末の12月に、就役を行う予定となっており、同艦首としては、今のところ全22隻が建造される見込みであり、その運用期間も、約40年が想定されている。6番艦の、矢作を含めもが三方護衛艦は、三菱重工業者の中崎造船所を中心として建造されているが、一部を請け負っていた三井 &S ホールディングス社の同事業は譲渡され、三菱重工マリタイムシステムズ社となった。このためもが、三方護衛艦の建造は、別会社、法人とはいえ、三菱重工業者本体と、その子会社で行われる事業となっており、需要がゼロになることは、ない業界とはいえ、企業として、比重を上げ続けることが、困難な分野であることを忍ばせている。ちょうど、今現在は、ロシアが、ウクライナに、侵攻を行った影響から、旧東欧諸国の軍備の増強が加速しており、ことに、ポーランドは、韓国から、多数の KQ 自走砲をはじめとする、陸戦装備の調達を発表すると、新たな動きが見受けられる。これを傍目に見て、日本も、兵器輸出に足かせがなければと、戦後の日本の足跡を踏まえても羨むかのような意見も出てきてはいるが、何の輸出実績もない国の兵器を対調達しようという、奇特な国など、存在しようはずもない。まがいなりにも、韓国は、最大の脅威である北朝鮮と、未だ休戦協定を結んでいるだけで、朝鮮戦争の後も、小競り合いで戦闘に及んだ過去があり、KQ 自走砲も、そうした実戦での稼働を経た兵器との見方をされている状況だ。そして、KQ 自走砲は、西側諸国で、標準の155ミリ砲と使用する砲弾の互換性も高く、
すでに、これらを運用中の軍にとっては、費用対効果を含めた精度、性能の観点からも、評価をされていること。これを抜きにしては、そのセールス上の成功は語れない。日本も、かつてのいわゆる、武器輸出三原則を、2014年に、防衛装備移転三原則へと改め、各種の兵器をこれまでよりも輸出し、安くハードルを下げたかのように言われた時期もあったが、やはり、実戦経験のない兵器の採用先は、見当たらないようだ。こうした傾向は、今後も変わる方向に向かうとは、到底思えず、個人的には、可能性が少しでもあるとすれば、イギリスとの共同開発に、舵を切った F2 戦闘機を代替する、予定の次世代戦闘機くらいではないかとしか感じられない。それは、あくまでも、日本製の兵器の質が低いということを意味するものではないが、少なからぬ予算を投じて行われる兵器調達の場において、開発国が実戦経験を積んだ軍隊を持つか否かは、重要な決定要因の一つだと思えるゆえだ。さてもが、身型護衛艦から、幾分話が逸れてしまったが、同艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0m、全幅 16.3m、深さが 9.0m の艦隊を持ち、回転翼の哨戒機1機を搭載可能である。機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた、コダグ方式が採用されており、前者は、ドイツのマン社製のものを2機、後者は、イギリスのロールス・ロイス社製のものを1機搭載、プロペラは、2軸で、最大で、7万馬力、30ノットの速力を発揮する。も、が、身型護衛艦の建造の構想が始められた際には、最大速力で、40ノット超過を目指す案もあったとされるが、こうした性能を実現しようとすれば、国際的な遠隔地への派遣任務等で、必要となる低燃費との両立が困難とされ断念された模様だ。現在の機関構成においては、ドイツのマン社製のディーゼルエンジン2機が、低速時の推進を担い、ロールス・ロイス社製のガスタービンエンジン1機が、緊急時や高速航行が必要な際に使用されるという、分担となっている。も、が身型護衛艦で特筆すべき特徴の一つに、消費と化を推進したことが挙げられ、乗組員数の定数は90名とされており、これはもが身型が代替する予定のアブクマ型護衛艦の120名と比して、約 25% の削減が図れていることになる。も、が身型護衛艦は、62口径の MK5、5インチ単装砲1機を主砲として搭載。この艦砲は、対艦砲撃、対空砲撃の両方に使用可能であり、その射撃時の統制は、多用途に対応するレーダーであるて、OPY2 によって行われる。専用の対空兵装としては、アメリカ海軍では、リム116と呼ばれている、近接防空ミサイルのシーラ、ム、を1機搭載しており、これは、最大射程はおよそ 10km ほどであり、固艦防空用の用途でもが、身型護衛艦では、使用されているとめされる。また、追艦兵装としては、国産の17式艦対艦誘導弾、SSM-2 も搭載されており、こちらは4連装で計2機のため、最大で8発を備えている形で、最大射程距離はおよそ 200km 強とみられ、陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾を艦載用に改めたものだ。これらに加えてもが身型護衛艦では、最大で16セルのマーク、41VLS。垂直発射管を装備する設計となっているが、ここから運用されるミサイルの選定と合わせて、建造時点では搭載されておらず、今後の改修で実装される見込みである。現時点でハモが身型がマーク、41VLS、垂直発射管を装備した場合の兵装は、国産のマルナ、
なしき垂直発射魚雷投射ロケット弾のみが確定しているため、用途としては、敵潜水艦への攻撃だけであるが、対艦、対地療養に使用可能なミサイルが、今後は望まれるだろう。また、水戦兵兵装としては、324mm で、三連装のマーク、32型単魚雷発射艦モモが、身型は搭載しており、マーク、41VLS、垂直発射艦が、後日の実装となっている状態でも、一応の対潜戦闘任務への対応も可能な状態にあると言ってよい。も、が、身型護衛艦が、海上自衛隊の艦艇として、新たな艦種記号である FFM を付与されたのには、これまで、もっと小型の掃海艇が担ってきた、機雷の敷設と除去という、能力を備える艦艇であることが、その最大の理由であると考えられる。対機雷戦闘を行うためにもが、身型護衛艦には、専用のソナーシステムである O991 が搭載されているほか、機雷を探知、発見するための水中用の無人機と、機雷を除去するための水上用の無人機の両者を運用する能力を備えている。これは、現在、喫緊の課題とされている、南西諸島の島嶼部の防衛に向けて、今後想定される機雷による、海上封鎖を防ぐ意図が大きく、太平洋戦争で、連合軍による海上封鎖で苦戦を強いられた過去をも、彷彿とさせるものだろう。